ちなみ中野おばたに対抗できる二遊間がいないのは致命的。最近のドラフトで取ってこなかったのもあるんだろうけど、山田桃咲は高卒1年目だし。高卒育てますって方針もあったからね。遠藤も高寺も問いもプロ入り前はみんなショートや。つかほとんど阪神のドラフト内野手はほぼショートや。潰しが効くというまあ当然な意見で取ってるよね。コーナーポジション取ってほしいけどな。去年両瀬と学べ取ってほしかった。阪神の両コーナーは5年は大山テルで行く構想やろ。遠藤とか今年出てきてもおかしくないけどな。遠藤体強いイメージある。高寺の打撃センスはえぐい。中野桃を30手前だしぼちぼち頼む。おばたが一本立ちしてくれるとマジ助かる。